はい、こんにちは、カサカサフィッシング佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日はね、オートバイで走ってますで、ここはもう家のね、がある市町村からの隣のね、市町村で、まあ、全然遠くなくて、もうバイクでね、10分かからないぐらいのところで、別になんてことないところです。で、ここにね、水路があるんで、なんかね、綺麗なんでね、ちょっとね、魚釣りの道具とかもあるんで、のんびり釣りしてみようかなと思いますで、今回、今日は実は、9月30日なんですね。なので、もうほぼ滋賀に琵琶湖に来てから1ヶ月が経過しました。で、結構正直ね、本当は仕事もしなきゃいけないんですけど、仕事をね、ほったらかしにして、もうガサガサをね、しまくりました。で、多分今ざっとなんですけど、90何本かの動画をね、撮影しました。かといって全部ね、もう編集終わってるかというと、半分以上はまだ半分ぐらいかな、まあ、残ってるんですけども、その動画をもうほぼ100本近く1ヶ月作ったんで、これをね、ゆっくりリリースしていきたいなと思うんで、よかったら見てもらえるとありがたいです。で、ここからはもう明日からね、10月なんで、まあ今はこれ、そうね、10月なんで、ね、仕事ももうこの前にちょっと面接も受け行ったんでね、ほんまに受かってるといいなって、もうむちゃくちゃ仕事したいです、ね、やっぱ仕事しないとプレッシャーかかっちゃうんでね、仕事したいです。すごいいいところだと思うんでね、本当にね、お願いしたいなって思ってるんですけどね。というわけで、今日は、まあ、そんな感じで、もうほぼ最後の方ね、もうこう突っ走り、ガサガサ突っ走れる終盤なんで、ちょっとね、のんびり今日は釣りしながら、いろんなとこ巡回して、魚たちを見ていきたいなと思います。ということで、ちょっとやってみます。お、いきなり釣れた、いきなり釣れた、一投目で油ボテだ、油ボテです。おるね何も見えなかったけど釣れちゃった。はい、もうこの魚は何度も、紹介してきてますが、まあ、綺麗なタナゴですよね。渋い、地味だけど、綺麗なタナゴです。油ボテです。釣れますね。いるね。お、これはヤリタンタナゴやね。はい、こちらはヤリタナゴです。やっぱセットでね、滋賀はね、よく出ますね。この2種類はね、本当にコンビですね。まあ、かといってね、片方しかね、出ない水域もあるんですけどね。でもやっぱ2つ両方ね、かぶって生息しているパターンが多いなという印象ですね、滋賀ではね。お、今度もやりですね。ちょっと大きくなったかなって感じかな。もうちょっとね、ほんまに大きいマックスサイズもね、滋賀県普通にいるんですけどね、まあ今回の最近のガサガサでは入ってないですね。でもまあ綺麗な滋賀県っぽいやりたなごですね。今度は油ボテですね。まあ、でも同じぐらいの数がいそうな感じだな。どっ
ちもどっちでかかるんで。はい、油ボテです。結構大きいのの姿もあるんだけどね、でかいの食わないね。ちっちゃいのが先に食っちゃうのかな。油ボテ、これ水中カメラいけそうだね。なんかちょっとアレンジしたらいけそうだなっていう感じだな。逃げちゃうかな透明度がすごいいいからね。どうやろう、後でやってみようかね。お、これちょっとでかいんちゃう？あ、これをうわ、これ今日で一番大きそうな個体やな。いや、やりでちょっと色がね戻ってきた感じの感があるね。少し赤くしりびれがね、うわっ、あぶね、入れとこ染まってます。すごいいっぱい見えないんだけど、よく見たらわかるけど、ほんとこんなところにねいっぱいいるんだね。よいしょ。はい、油ボテです。ちっちゃいね。ブラブテン来年の春は滋賀にいたら油ボテの婚姻食をね見たいなって思うんですけどね。今年は、見れんかったんでね、ちょっと遅かったんで、来年は見たいなって。おっ、これ大きいんちゃう？あ、これも大きい、綺麗なやりやりやりですね。カネヒラは今ここ出てないんですけど、まあ、いないことはないんだろうけど、ちょっとね琵琶湖のあれから離れてるんで、あんまり多くはないのかなっていう感じですね。お、これも綺麗な、いやいやりやりたのこです。油ボテ、及川沼むつも一切かからないね。タナゴしかタモロコもいないし、
かかってこないしね、ギンブナもいないし、タモロコ来ないの、タモロコ多いから来ないの、珍しいな。タマゴしかおらんのかいな。そんなことはないはずだけど、まあ人ここちょっとね、あの人影が思いっきり映ってるんで、まあ、多いからとかね、ちょっと警戒心あると寄ってきてないだけかもしれないんで、本来はいるかもしれないけどね。もうなんせタナゴしか釣ってない。タナゴほんまに今日タナゴオンリーやね。よし、これでかいんちゃう？うわあ。お、これ綺麗だ。あれ、やりタナゴです。はい、またやりタナゴです。なんかちょっとサイズがアップしてきたね。アブラボテがちょっと減ってきて、いや、槍の方がじゃあ臆病なのかな。で少し慣れてきたからいっぱい勢いが上がってんのかね。最初全然いなかったもんね、アブラボテばっかだったのにね。タナゴたちがいなくなったな。いなくなった。ちょっと一回終わろうかこれ。はい、そしてこちらが今日の、成果です。やりタナゴです。結構ね、まあまあの中型サイズなんですけどね、前半はアブラボテばっかだったんですが、まあ、後半ね、もう入れるたんびにこれがかかりました。でやっぱそうするとアブラボテよりもちょっと臆病なところがあるのかなっていうところですね。はい、そしてアブラボテですね、これもいっぱい釣れました。でこちらの方が前半最初にねから飛ばして食ってきたタナゴですね。で後半はもう槍の方がね勢力が大きくなったのかね、あんまりかかりませんでした。まあ、ただね上から見てる感じでは一緒にずっと泳いでますね。はい、ということで今日はアブラボテと槍タナゴでした。うん、すごいね。逃げます。はい、ということで今日は、こんな感じでね、なぜかね沼ムツとか川ムツ、及川、タモロコがね全然かからなくてね、もうタナゴしか今日今のこの時間では釣れませんでした。なんかねすごい逆にねタナゴ好きの人からしたらね、なんか羨ましいポイントだなってちょっと思っちゃうようなところねでしたね。でここはあの金平も一応範囲内なんですが、ちょっと琵琶湖からね遠くてね、琵琶湖から侵入するには時間がかかる経路なんで、あんまり入ってきてないですね。ただいないこともなくて、実際にはいます。ただすごい少ないなって感じですね。ということで今日は、やりたなことアブラボテでした。以上です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いします。で本当に100本近く、あるんで、いろんな魚紹介してると思います。もしよかったらこれからも、見てもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。それでは。